華麗な同期ですね。華麗な同期でスタートしましたよ。はい、今日も疲労カルベドリーム。はい。まあカルベ来ましたけど。来ましたね。今日は何珍しくタッチスタートですからね。お察しの方は何かいつもと違うぞと。そう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 。コラボです。おう。はい。はい。何のコラボ？もう言うんですか？何もっと早くない、そんな焦らないでください。ずいぶん寒くなってきた。本当に昨日から本当寒い。急に寒くなっちゃってってことで、まあコラボなんで、はい、早速ていただきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、おお、はい、いすじ広報の西山です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。やっとお会いできましたね。そんな感じだって界隈ではもうね一通り繋がってますよね。はい、ブームですよね、いすじ広報ブームが。ファイターでも別に表向きにせずにパーソナル受けてる人とかいますよね。あ、そう、いますね。金原さんとか、はい、受けてるんですよ普通に。本当にみんな、あ、これはすごいってことで、なんか別に動画だ云々関係なしに本業の格闘技に生かそうってことで、また動画とは別にパーソナルトレーニング受けてみたいな人が結構いるらしく、はい、いや、まあ、金原さんは本当にうん、ありがたくて、まあ、どうなのかな、コラボさせてもらった時に、ね、うん、ちょっとどうなのかなってちょっと思ったんですけども、うん、まあ、何かしら効果を感じていただいてるような、ね、うん、クレベル戦前にもねやってましたね、パーソナルね、はい、皆さんもうね知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、僕らのチャンネルしか見てないっていう人も何人かいるだろうし、そういう人に向けてちょっと一から、はい、イスジーク法とは何ぞよ、はい、説明していただけたら、はい、という感じで今日やっていきたいと思います。はい、思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。でかいっすね。そうです、普通です。読んで字のごとく、椅子で、まあ、体軸を調整するメソッドになります。まあ、椅子を使ってですね、うん、でそもそも体軸が何なのかっていうことなんですけども、武術家とか格闘をやってる人は体軸って聞くと、うん、背骨を整えるとか、はい、 はい、あと丹田とか、うん、あと、まあ、足裏の重心とかを思い浮かべる方が多いんですけども、うん、そういうのとは全く別に体軸っていうものが存在するんですね、うん、全く別に全く別の何かなんですよ、はい、で、その体軸ってすごく難しくて、うん、今オリンピック そのアスリートとかも指導したりはしてるんですけども、やはり体軸が分かってる人ってほとんどいないんですね、うん、で武術をされてる先生でも、もう、まあ、ほぼいないです、うん、はい、そのぐらい難しいその体軸っていうものを、うん、5秒で椅子を使ってみんな体験してもらえる椅子軸法になります。5秒だと大丈夫そうですか、動画の再生時間がだいぶ足りないことになるけど。5秒だけだとね、もっと喋ります、じゃあ。例えば八千選手がトレーニングして、はい、いろいろフィジカルも鍛えたりとかされてますよね、うん、で本当はこのぐらい力が出るはずなのに、体軸がないせいで、ひょっとしたらここまでしか力が使えてない可能性があるんですね、はい、で体軸を調整すると、今練習しているその身体操作とかフィジカルがちゃんと発揮できる環境を整えることができるんですね。で体軸を作った後に、例えばトレーニング、腕立てとかもそうだし、ウエイトとかもトレーニングすると、もっと上に行くその可能性が高く出てくる、高くなる、うん、だから要は安選手の筋肉とか関節っていうのは本来の、働きを促すことっていうものになります。なるほどね。でそれは、まあ、5秒でできちゃうわけで、その毎日やるってことですか。そうなんです、5秒でできるけども、やっぱり慣れない、今までとちょっと違う立ち方とか感覚になるので、やっぱりちょっと、しばらくしたらまた崩れてしまうんです、ね、ああ、まあまあそう思うんですよね。なので毎日繰り返していって行うことで、自分にとって一番いい立ち方っていうものが、
だん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 定着していきます。そうすると、普通に日常生活を送っててもマラソンで走ってもそれこそ格闘技で戦っても、いつもベストパフォーマンスを出せる体の状態を維持できるようになるんですね。鬼滅の刃でいう全集中、呼吸、常駐みたいなね、はい、そうです、あのフルカウルみたいな。あ違う漫画の話になってそれ分かんないな世代がね広がかんないました。最近全く分かりません。すいません体軸って実は姿勢とは全く関係ないんですね、うん、例えば、ちょじゃあ押してもらっていいでしょうか。はい、押す、はい、してください。はい、ギュッと押し続けてください。はい、このまま押し続けてください。そうそう、このままはこういっても全然本気で押してもらっていいですしこのままこうで押してもらっても全然大丈夫ですし、場合によっては押してください。このままこうつま先立ちとかかかと重心でも全然大丈夫ですし、そう姿勢とはまた全然違うものだと思うんですよね。力強さは変わらない、はい、だから体軸できるとこう動いたとしても、うん、崩れなく体幹が強いのをキープできるようになるんですよ。あとは、例えばこう手を伸ばした時の腕ですね、これがすごく強度が上がるので防御力も上がる。確かにこれがね、前手が落ちるとやっぱりもらえますから、はい、例えばと腕相撲なんですけど、はい、指2本で私が、はい、2本体、はい、これで押してもらっていいですか。押す、ああ、力強いです、はい、なのでこのまま、こう構えて、ここで押してください。押す、こっちに、はい、このままこう構えてこう普通にこうすることができるし、あとはこうやってここで押してください。このままこう耐えることもできます。でこれは今私がやったんだけども、私だけじゃなくて、体軸ができたら安い軸できるんですよ。最初じゃあ、今、うん、自分が一番いいと思う立ち方してみてください。はい、はい、で体軸をチェックします、うん、はい、出しますね。俺耐えていいんですか。あ、いいですよ、耐えて、はい、はい、耐えれないと思うんで、はい、はい、後ろも確かに耐えれない、こんな感じですね、うんうん、で今度は反ってみてください。はい、ここでちょっと押しますね、はい、もう絶対無理ですよね、はい、今度はお辞儀をしてみてください。深くちょっとこう、はい、ここで耐えてください。こう無理ですよね、軽い力で崩れますね。じゃあ今度はねじります、はい、ねじた状態で耐えてください、はい、結構頑張らないと、うん、でもわりかし頑張れると思うよ。これが全然力入れなくても今以上に強い力で耐えれるようになります。今度は反対いきます。こっちちょっと弱いですね。弱いです。こっちも弱いですね。はい。今度は、側屈で横に傾いてください。はい。ああ。ね、あの戦闘中こうなったりもしますしね。で反対もですね。ああ、耐えるの。こんな感じですね。耐えるの。耐える。でパンチの打ち終わったこっち向いて、はい、はい。で押すんで押されないしてください。うん、はい。絶対押されないしください。もっと押されないしください。あ、そう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 。押されちゃうね。じゃあこれ踏まえてやっていきたいと思います。はい、まさかこれが変わんないでしょう。まあそういうのやると嘘くさくなる。ダメだぞ。コテコテみたいな。拳1個分ぐらいなんとなく開けて座って。足の下ね。はい。広すぎず狭すぎずですね。で、だらーんと力を抜いて楽にしてください。はい。で、お辞儀をしながらお尻を浮かせます。このままお辞儀をしながらお尻を浮かせて、こういう姿勢になります。で、全部力を抜いてください。そう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 。はい。このぐらいでだらーんと力を抜いてください。いい感じです。はい。で、力抜いたら、力抜いたまま上方向にこう立ち上がっていきます。でストップ、ここで止まります。あと普通にしてください。もういいです、もう普通でいい、ここだけ
こんだけこれだけですか。あ、はあ、これだけ。ちょっと足踏みしてください。まだ1回目なんですよね。そうね、今日初めてやりました。はい、ちょっと押しますね。え、待って、はい、いいですか。大丈夫ですか。本当ですよ。え、感覚的にはどういう感覚なの。押してないみたい。めっちゃ押してますよ。ブレてないでしょ、体が。うん、動いてない。で、剃ってみてください。ちゃんと押しますよ。うん、え、なんでだろう。不思議。で、もうちょっと握りをしてみてください。はい、大丈夫ですよね。もちろん思いっきり鼓動したら取れますわ。いや、うん、全然だって違うでしょ。違いますもん、ね。あのブレがさ。うん、今度はねじってみてください。多分全然。おお、そう。本当だ。で、反対もですね。多分ちょっと痛いぐらい押してると思います。面白い。すごいですね。で、横に倒してみてください。ああ、いいですね。面白いわ。はい。これが今体幹じゃないところで立ってるんです。これが体軸なんですね。あ、ここでまたパンチの姿勢を取ってみてください。はい、いきますね。よいしょ。ちょっとなぁ。なんかね、足の裏の感覚が増したのは気のせい？あ、でも合ってます。合ってますよね、なんか足の設置はなんかさっきよりこう大地掴んでる感がすごい。感覚は唯一感じるかも。なんか足の裏はいいんですけど、それ以外のあ、なんとか筋が効いてるってもし思ったら、うん、それは間違いないです。うん、それはないけど、はい、足の裏はなんか、うん、安定したからそう思うのか、うんうんうん、例えばその最初に、背骨とか丹田とかではないっていう説明をしましたよね、うんうん、もう一回パンチの姿勢を取ってもらっていいでしょうか。うん、はい、押されないようにします。強いですよね。ちょっとこうやって強いですよね。はい、じゃあこのまま背骨が軸だと思ってください。うん、思いました。うん、はい。あ、ダメです。あ、変なの。はい、ですよね。背骨を軸にしようとした瞬間に、うん、八千選手の能力は落ちてます。確かに急に力入んないの。嘘。いや、そういうふうに思っちゃった。一瞬。例えば、四つん這いになってもらっていいでしょうか。はいはい、今、あれか、リセットされてる状態ですね。そうですね、リセットしてます。で、押すんで、耐えてください。はい、こんな感じですよね。はい、今度は亀になってください。亀、はい、亀、はい、それです。じゃ押すんで、はい、耐えてください。はい。いや、ちょっと動きが面白かった。あ、ここで動かなくなったら、うん、グラウンドで相手の上に乗った時に、まあ、安定が増しますよね。増します。確かに。ちょっと待って、はい、そのままゆっくり起き上がる。ストップ。普通にしてください。はい、いいですね。押しますね。はい、はい。おお、強っ。で、そのままゆっくり考えてゆっくり。はい、いきますね。おお、重いな。全然ないです。こんな感じですよね。いや、わかんない。まだ西山先生が押すのがすごい上手いのかもしれない。いや、誰か。だから、一般の人がやって、はい、俺がちょっと押してって言うともう、まあね、なるほど。小細工のしようがないから、ちょっと検証しよう。わかりました。東君です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。幕下。元幕下。いや、違う違う。中高卓球部でした。そうなの。俺がこの感覚覚えてないんですか。はい、この感じ。はいはい、はい、はい。そのままゆっくり立ち上がって。はい、ストップ。はい、普通にしてください。
米はね、薄めがいいです。ああ、おー足浮いてるよ。やっても大丈夫。科学的に証明してほしい。何がどうなってどうなってんだっていうのを知りたいですね。うちに足りないのはエビデンスなの、まあ、そうですよね。エビデンスですな。エビデンスとは、うん、ちょっとね、僕らだとね、資金力が足りないので。きっかけ欲しいからね。そうそう、名教室ですね。お願いします。NHK NHK 一応日本生まれですかね、うん、日本生まれ、岡山生まれですけど。